デュエルレックスの歴史9限目面白かった規制分ランキングリミットレギュレーション編ということで、本日もデュエルレックスの歴史もう9限目ですか。なかなか皆さん優秀ですね。もう9限目までついております。この日企画は、今日はですね、この間のスキル修正部門やりましたけれども、こちらではなくてリミットレギュレーション部門において規制分、面白かった規制分ランキングをトップ5発表していこうかなと思っております。でですね、リンクス知らない方のために一応説明しておくと、リンクスにはですね、規制分の理由分っていうのが存在しましてですね、 OGG もなんか最近ほど一番最新のやつだとなんかその規制分みたいなのちょっと発表してたんですけども、なんかあれ多分リンクスに感化されてる説っていうのがあるんですよ。実は要するにですね、まあこういうカード、例えばね、こういうカードがリミット入りしますよという時に理由を、理由文、規制文として理由をね説明してくれるんですよ、リンクスは。でこの文章がマジでふざけすぎっていう、ふざけすぎ問題、規制文、公式が規制文ふざけすぎる問題っていうのが発生しまして、リンクス民の中においてはこの理由文を楽しみにしているユーザーもある一定数いると、まあそういうぐらいの感じの、なんだろうな、ものなんですよ。でちょっと私の独断と偏見によりトップ5、今回はリミットレギュレーション編ということで発表していきたいと思っております。早速参ります。リミットレギュレーション部門スキル修正文、面白かった規制文ランキング第5位はジェムナイトレディラピスラズリー。2枚以上採用することで先行の1ターン目で相手に何もさせずにデュエルに勝利できてしまうため枚数を制限しますと要約します。要約すると、あ、先行アンケルできちゃうらしいですね。させ規制しやすってことです。つまりそういうことまあこの先行アンケルをね、ドヤ顔でぶん回してくるやつに本当感謝ですね。マジで壁とやってよっていう案件なんですよ。壁とやってる案件なんで、このグッドボタンとかもういいからさ、グッドボタンとかじゃなくて、ほんとなんかもう、壁ボタン、なんかもう壁とやってるボタンみたいな、壁ボタンみたいなのをちょっと実装してください、コナミさん。グッドボタン、マジであれ意味なしじゃないから、ほとんど。壁ボタンだけ実装しようぜ、マジで。でもほんま、このカードは僕も嫌いですね。まあ、先行ワンキル自体が、まあほんとゴミみたいな、デッキなんですけども。これはほんと結構、確率高かったから、成功確率高いっていうね。ほんとこれもう成功確率高すぎた原爆ですわ、もう本当に。ということでね、ジェムナイトラピスラズリーが第5位ということでございました。さあ続きまして第4位、面白かった規制分ランキング第4位はコンセントレート。コンセントレートの規制分見ていきましょう。一瞬でデュエルを終わらせることができるため制限します。いやシンプル、すごいシンプルシンプルイズベストっていう言葉もありますけどね、一瞬でデュエルを終わらせることができるため制限しますということで、これはマジで本当、これ言ってる通り、マジおっしゃる通りとしか言いようがない、そういうスキルと、スキルじゃないカードとなっております。2019年最後に出たワードですね。これは最近、ほんと最近です。これは流行語大賞っていうのを、まあ毎年決めてるんですけれども、今年の流行語大賞はなんとこの一撃でデュエルを終わらせるっていうのが流行語大賞を取りました。はい、コナミさんもね、この規制の前に一瞬間違いになったんですよ。コンセントレートの規制を1個前 のリミットはなんかすごい真面目な規制分でふざけなかったんですよね、一切。でリンクス民が全員ツイッターで切れました。おい、何真面目に規制してんだお前っていうね、ちょお前ふざけろふざけろっていう。でこれでコナミさんもハッとしたんでしょうね、おそらく。あ、やばい、ふざけなきゃっていう、真面目に、何真面目になってるんだろう俺たちは、ふざけなきゃってなって、ふざけ出したのが結果こういうことになりました。はい、公式がねちょっとねふざけてくれるっていうのがねいいところなんですよ、リンクスのいいところ。まあ OCG は真面目に真面目にいつもやるじゃないですか。違うんですよ、リンクスはねちょっとふざけるんです。これがいいところ。僕もね、お、何真面目に規制してんの、もうふざけろもっとっていう動画出したんですよ。はい、コナミさん多分見てくれてんじゃないかな、あの動画、知らんけど。はい、ということで第2位はコンセントレートでございました。さあ続きまして第3位の発表いきましょう。面白かった規制分ランキング第3位はオアキメール
マキシマム3枚採用することで一ターンで全てを終わらせる動きを安定的に運用することができたため枚数を制限します。うるせえやかしよ。このね、一ターンで全てを終わらせる動きっていうふざけすぎワルタ、この文章がマジで本当にマジでマジでって感じ。 YouTuber じゃなくてそんなふざけなくてもいいんだよっていうね、公式が言うことかっていう感はある。ぶっちゃけ一ターンで全てを終わらせる動きを安定的に運用するってこれ公式が言ってるんですよ。皆さん信じられます？俺はって未だに信じられないんだけども、これすごい文章だよね。一ターンで全てを終わらせる動きを安定的に運用するんですよ。これ公式なんてこれクソカールでしたってもう認めてるじゃないですか、もう完全にそんなことあります？もうこれはね、まあ文章とも相まってこのモンスターは未だに出てくるとうわーってなるやつですね。はい、ということで、第3位は小脇メールマキシマムさんでございました。今はね、一応 まだリミット1にいるんですけども、小脇メールが結構返ってきてるんですよ。なんで、まあ、そこそこ使えるようにはなってるんで、よかったら小脇メール時代やってたっていう方はね、ぜひね、もう一回帰ってきていただいて、ちょっとやってみてください。小脇メール、まだいけると思います、今。またね。さあ、続きまして、第2位ですね。面白かった奇跡分ランキング、第2位の発表いきます。第2位は、財宝への隠し通路、および、アサルトアーマー、いつでもデュエルを終わらせる強さを持ったカードでしたので枚数を制限しますと、まあこういったカードでございます。これはですね、なんでか分かんないと思うんですよ、やってなかった方は。これなんでかっていうと、いつだったかの授業でもやりましたけど、サイレントソードマン、ワンキルデッキだっけな、ワンキル極悪非道なワンキルランキングみたいなのでやったと思うんですけども、サイレントソードマン、あれのヘイトが溜まりすぎ問題っていうのがちょっと発生しまして、事案が駆け引きもクソもないんですよ。ほんとなんかね、あの時期はサイレントソードマンに財宝への隠し通路を打ちで、なんか一気火星と、沈黙の剣を使って、ワンキルするっていう、なんかクリボールっていうね、その一番その過去からリンクス当初から活躍している手札誘発、クリボールさえもすり抜けてワンキルしていくんですよ。つまりですね、クリボールを握ってなかったら甘えっていう事態が終焉を迎えまして、この時期はクリボール握っててももはや甘えっていうやべえ時代だったんですよ。これ沈黙の剣っていうカードが、その他のカードの方が受けなくなるよっていうカードなんですよ。で1500上げつつサイレントソードマンの打点をね、だからあのカードがまあやばくて、どっちかっていうと、まあこれが悪さしたかなっていうのはあるんですけど、ただダイレクトアタックがやっぱできちゃうっていうのが結局問題なんで、この通路とアサルトアーマーは、まあ、今でも帰ってきてはいけないカードなんじゃないかなと思うんですよ。これは一応ダイレクトじゃなくて2回攻撃できるよっていうカードなんですよね、装備外すと、まあ、このカード自体がね、もう本当に殺意が高すぎる、殺意高すぎた原爆っていうとこだったんで、これは妥当だったのかなと思います。マジでクリボール持ってても甘えっていうパワーワードが出現したのがこの時代だったんでね、衝撃やったわ。ということで、第2位は、2枚財宝への隠し通路とアサルトアーマーでございました。さあそして最後になりました。もう皆さんもお気づきでしょう、多分あのカードだろうなと、まだあいつ出てねえなと、あのカードだろうなと思うんですけども、第1位、面白かった奇跡分ランキング第1位は局所的ハリケーン、いつでもデュエルを終わらせる強さを持ったカードでしたので制限します。これは本当にリンクス民、としてはこのインパクトが強すぎる、この文章が一番なんかその印象に残ってる人多いんじゃないかなと思うんですよね。いつでもデュエルを終わらせる強さを持ったカード、これがね多分ねふざけ出したの、マジでこれ一番なんだろうな、そのインパクト、俺はね、インパクト持ってるんだよね。この一文が、いつでもデュエルを終わらせる強さを持ったカードでしたのでっていうのが、今でも心に残っている。でしょうねっていうね。全員思ってたけど、なんかその、なんかボルデモート業みたいな感じ。なんかもう、名前を言ってはいけないあの人みたいな感じで、なんか、だろうなと思ってるけど、なんか誰もまあ、うくそげだけど、って思ってたのを、まさに、ズバッと文章にしてくれたのが、このいつでもデュエルを終わらせる強さを持ったカードっていう、
この文章、これはね運営さんにね、いやお見事と、お見事と言いたいですね。私は本当に素晴らしい文章でした。そんな分かりきってましたけどね、こんなカード出すべきじゃなかったとは思いますけどね、もちろん。じゃあ実装すんねやっていう話ですよね。もうなんで実装したんやっていう話なんだけども、まあ、ただねこれはね、このカードはこの出役っていうところもありましてね、まあ結局その罠が強い環境ではあるんでね、まあリンクスも、まあ、もちろん局所的ハリケーンっていうのはまあ出役ではあるんだけども、ただやっぱりねこの辺からちょっとやりすぎカードみたいなのが発生するかな。うん、ということでいかがでしたでしょうか。第5位から第1位まで独断と偏見により発表してきたわけなんですけども、ぜひですね皆さんも、おこのカード忘れてるよリュウさんみたいなパターンありましたら、ぜひコメント欄で残しておいていただければ幸いでございます。それでは次は10限目の授業で、10限目ってやべえな、10限目っていうことある、ちょっとなんかそのリンクスの歴史何限目とかっていうのを始めちゃったから、なんかもうどんどんなんか限目が多くなって、なんかすげえブラック学校みたいになってるんですけど、これ大丈夫です？いいか。なんかいい方あったら教えてくれ。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。